RTA ショート解説、カドテク。スーファミ版ドラクエ2では移動するときに角になっている部分に向かって歩くと、このように下を押しても角に進めないので右か左に移動します。実はこの移動は地形の判定がなく、エンカウントしません。この移動方法を通称カドテクと呼んでいます。カドテクを意識して移動すればエンカウント数を減らすことができます。また、一見カドテクが使えないようなまっすぐ進む場所でも、このようにカドテクを使いつつ右に移動できます。さらに、カドテクの移動時はバリアなどのダメージもありません。しかし、トラマな状態でダメージ床でカドテクを使うと、トラマナが解除されるので注意しましょう。